みなさんこんにちは。みなさんこんにちは。さくらです。ちーちゃんだ。ぼくです。ぼく。今回はぼっか札幌のガブ飲みしばしばで、梅ソーダって書いてあるね。梅ソーダ味シュッパシュワー。本当にね、ピンク色なんですよ、うん、これちょっとめくっちゃいますね。はい、あれどこだ、めくるとこあった気がしたんだけど、あ、だったあった、でしょ。あー、ちょっとめくっちゃいますか。あ、でもちょっとピンク色、ほんのりピンク色、ちょっとわかるかな、これピンク色だよね、うん。花枝やちょっと、ね、ピンク色やろね。ちょっと花枝になってる、うん、じゃあ、うん、飲んでみよっか、うん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 、飲んでみたい人。はい、はい、コップ、コップ、あ、置いとこう。はい、持ってきて。はい、ちーちゃん飲まないの、飲みたい人、もう一回飲みたい人。はい、はい、はい、じゃあ開けていきます。開ける、開けれる、うん、うん、開けてみて。開けれませんか。開けれないか。よいしょ。おー、なんかプシューって言った。プシューって。あー、ちょっと怖い。あー、プシューって。プシューって。プシュー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 。おー、すごいいい匂いする。匂いきてる。いい匂い知ってる。うわー、梅干しの匂い。おー、すごい。あ、ほんとや。すごい酸っぱい匂いする。うわ、きつい。きつい。鼻抜けてね、これ。匂い嗅いでも、匂い嗅いでも、匂い強いやろ、うんうん、結構これきついな、匂い本当に酸っぱい。じゃあちょっと注いでいきますね、うん、こぼれそうよ。うわはい、まあ先に誰かお姉ちゃんからいきますか。はい、ちーちゃん、次。酸っぱ、酸っぱい、酸っぱいか、やばいな、飲めるかな。どうぞ、ちーちゃん、どうぞ。酸っぱ、酸っぱいか、大丈夫かな。あ、すごい匂いする。酸っぱいね。うん、ほんと酸っぱい、酸っぱい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 、美味しいとかっていう感想よりも酸っぱい。うん、あ、酸っぱい、ほんとに酸っぱい。梅酒っぽい感じもするかな。アルコール抜かした梅酒みたいな、そんな感じの味かな。ちょっと違うかな、ちょっと分かりづらいかもしれない。酸っぱい、必死になってる。酸っぱい、もう一本あるじゃん、もう一本あるじゃん、2本買ってきたけど。はい、という感じでございます。今回はガブ飲みスーパームーチョを買って飲んでみました。うん、スーパーシュワーってやつやね、スーパーシュワー、じゃん。それだ、ぜひ皆さんも買って飲んでみてくださいね、うん、バイバイ、また見てね、バイバーイ、バイバーイ、スーパーこれ続けるの。